リチャーブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。2週目のね、これはカーラパートかな、あれかな、うん、まあいろいろとちょっとやばいパートでございますね。前回のカーラパートでトットに、抱かれたカーラがもうこの人とはやっていけないわって言って今逃げていったという、そういうパートですね。はい、で逃げた先で、まあ、どうしていくかっていうところなので、まあ一緒にね逃げていこうと思いますが、アリスとね、はい、なあ、end of the line、終点だよ、end of the line、 yeah、 you're gonna have to leave、 あ、降りてくれ。アリスとはなんかもうすでに親密だね。あれ、なんかちょっと徐々に進んでる。アリス、起きて。ちょっとね、女性キャラをどう演じるかっていうのが難しいんだよね、やっぱりね。女性の方、声優の方がね、男性をやるとかってなるけどね、男性が女性はね、まだありえないからね。じゃあ行こうか。うん、バス降りよ。泊まれる場所がないかな。どこかに泊まれる場所はありませんか。I have no idea。 いや、知らないな。さあ、ほら、降りて。させん。眠いよね。11時だもんね。9歳の女の子とっちゃ寝る時間だよな。雨降ってるね。服ってカテカやな。てか寒っ。デトロイトでしょ、東海岸のこの時間だからね。アリスは連れてくのかな。連れてかないで一人でプラプラする。それとも泊まれる場所見つけようね。はい、来い。いや来いって言っちゃったけど、あの子供にはすごく優しいおじさんだと自負してるので多分大丈夫だと思います。こっちは来た道だから特に何もないかな。じゃあ進んでいきましょう。一晩泊まれる場所を見つける。この人になんか場所あれかな、知らない。もしもし、どうしたんだよ。どうしたん、泊まれる場所ない。ガンムシやん。いやせめてなんか、あ、アリス、手つなごう。おいで。どっかないかな。ワイって調べる。朝まで開かない。オーガニックカフェ。残念。周りを見る。あ、そうね。周りを見ていろいろ何かないかなっていうね。そう。調べる。快適ではないが安全。どうやって中に入る？そうだよな。どうやって中に入るんだよな。はい、よこう調べる。ここは、ちょっと待ってよ。こっちの方は、あ、駅が遠すぎる。だよね。で、モーテルは、アンドロイド禁止っていうね、オチなんですよ。だから、そうだな、もうあれだな。早速やるか。ここだったら温まれるわね。温まれるけど、残念ながら寝るような場所じゃないから、一晩過ごすにはちょっときつめっていうところだね。お兄さん。一晩私を買わない？違う、そういうやつではない。お。ランドイデータ。あ、なんかあるわけじゃないよね。なんかあった。中身何にもなし。どうしようかな。あ、アリスちゃん、すごい。のんびりくつろいでる。まあ、じゃあ、やっちまおう。寝てるあなたが悪い。ほい。普通こんな誰かが入ってきたりとかしたらね、なんか気づいたりするような気もするんだけど。じゃあ、開けましょう。何してる？私たちのじゃないよ。分かった、アリス。暖かい服と私の着替えが必要なのよ。そう。あなたが風邪ひいて死んじゃうよりは、もう、残念ながらね。そう。こうするしかないの。許してちょ。ああ、アリスは心閉ざしちゃう。でも今、親密だからね。どうなんだろう。ごめんなさいね、今ね、クレアチン飲んでます。クレアチンってわかるかな。まあ、筋肉増強剤的なノリのあれでね。ということで、慎重に これ多分起きると思うんだけどな。この人よっぽど日中の仕事でお疲れなんだろうね。す
みませんね、本当。ちょっとじゃあいただいていきます。はい、これで手がバッて出てこないかってすごいドキドキするけどね。この時点でね、バレる気はするけど。はい、じゃあさっと着替えてしまいましょう。さあ皆さん、こっからお楽しみたいですよ、カールのね。そして、起きない、起きない。はい、カーラの服どこに脱ぎ捨てたの？カーラこれ着てるの？着てないよね。カーラの服どこやったんだろうね。まあ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 、ていうか今着たところで結局濡れることには変わりないっていうね、じゃあ行こう。で、続いてこっち渡りたいけど、今渡ったら軽犯罪になっちゃうのでちょっと待ってね。ゲーム内でも法律は守りましょう。長いね。まだかな。長くない？これいけないよね。あ、いけ、あー、美味しくなった。続いてモーテルですね。モーテル。残念ながら、モーテルは、アンドロイド禁止なんですよね。入らないの？入れないの？お金がないから。確かに40ドルないとあかんしな。泊まれないです。あれ、ちょっと待って、アリス。別なもん、おいで。人間の服を着用中、40ドルを手に入れる。そう、40ドルがないとダメだから。ドラッグストア。で、コンビニ。ここは、どうやって入るんだろうね。リビルドサウスなんちゃら、見る。安全そうだけど、空き家。これさ、人間の服に着替えたはいいけど、あれだね。私ここ好きじゃない。もう今好き嫌いとか言ってる場合じゃないんだよね。残念ながらね。そう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 。でもどっから入れるか。ワイヤーカッターがあればフェンスを破れる。じゃあそのワイヤーカッターを手に入れよう。でもワイヤーカッターなんてどこで手に入れるんだろう。アリス？ジュジュジュ。アリス、ちょっとそこそこ、道路道路道路、どこ行くの、どこ行くの、はい、おいで。あ、疲れちゃったのね。はいはい、要するに一人でちょっと探索してるんで、そこに行っときなさい。おーっ、はい、アリスがいないと行動範囲が制限されるようです。アリス、体が冷えてる。服着替えたばっかりなんだよね。いや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 、寒い寒い。 You look lost. 困ってるのかい。We have nowhere to go. 行く当てがないの。 I know someone who can help. この人を頼るといい。目と目が合う瞬間好きだと。誰だ。そこじゃ遠すぎる。We need a place for tonight. 今夜泊まりたい。出た、ホラーアパート。急にいなくなったお兄ちゃん。誰。どこに行くあれを教えてもらったんだろうね。うん、まあでも今夜泊まるところがいいって言ったから遠いところはダメだっちゃって話だもんね。でここは、うん、入れるんだよね確かね。ああ、ほい、連打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 。でまあ開けたはいいけど、残念ながら、確か、ここで、あ、なんかある。あー、入りたいのね。残念。ワイヤーカッターでフェンスを破れ。いや、そのワイヤーカッターがないんだよね。廃車みたい。でもな、さすがにな、ここに入るのはな。Stand back, Alice. アリス下がって。すげえ破壊力だよ。しかもドア開けちゃった、そういう開け方しちゃったらなんかね、雨も入ってくるしな。まあ後ろのドアで座れば、あ、後ろの椅子かに座ればなんともないんだろうけど、なんかちょっとやだよね。車に止まれる？いや、
ちょっとここなら濡れないけど誰にも見つからないけど臭そう、あとカビてそう、うん、いや、あのその意見にはさすがに賛成、うん、探し続けよう、okay. そうね、we'll find somewhere better. この角度のアリスじゃないや、カーラいい、これでも万が一本当に探すところありません、あの泊まれるとこありませんってなった時にここって帰ってこれるのかな、あ、やっぱあ帰れるんだね、まあいいや、おいで、案外わがままだね、なんだ、あ、ちょっと待って待って待って、あ、あるじゃんワイヤーカッター、ワイヤーカッター見つけた、でもねちょっとね調べたいところがあるんだ他に、ほい、アリスおいで、ついてきて、ちょっとねこれを使ってね脅さなきゃいけないやつがいたんだ、他に調べられるところはあっちの方はいけなさそうで、ちょっと遠すぎるのかな、まあ、お店がまだある。ここなら助けを求められそうだが、デトロイト発するならサイバーライフ動物園が、ああ、そう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 、なんかね、アリスにね、ご飯を食べさせたいんだけどね、どうにもならないよね。アメリカって意外と水が高いんだよね。日本だったらさ、なんて言ったらいいんだろう、かわいい。アリスにおもちゃを与える？うん。ああ。さすがに犯罪はまだ犯さないってか？そう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 。読めないね。そう。日本だったらね、2リットルさ、なんか2リットル100円とか。ね、安いところだったら、ね、60円とかあったりするけど、うん、じゃあ話そう、もしもし、 Can I help you? Can I help you? 何も言わない、 No thanks. I'll be alright. 何を盗むの、あ、結構優しい店員だったね、 Can I help you? って言ったのに万引きする？レジから、あ、そっ、銃持ってんじゃん。なるほど。大丈夫、アリス。お腹痛い。走る準備できてる？行くよ。手を上げろ。脅す。悪いな。Wait outside for me. 外で待ってな。I'll just be 2 minutes. すぐに行くか。Wait outside? 店の外。そうだ。Why? Please. いいから。私を信じて。あなたは私と生きていくしかないの。さてさて、店員さん。金をよこしなさい。攻撃的な動き。動いたら撃つわよ。Take the cash from the register. Put it on the counter. 違う、欲しいものはそれじゃないんだな。チェーンカッターが欲しい。あー、でも映っちゃってるね。何も言わない。Excuse me, are you done? Go ahead. Go ahead. うわこれであれだよね、店員があの助けてって言った。すごい。今時はああいう、今時というか2003年です。4ドル95セント。5ドル。リンカーンって何ドルだったっけ ?5 ドルだったっけ、で、5セント返した。5セント玉って結構大きいんだよね。すご。てか、あんだけの、なんかお酒っぽいやつで4ドル95セントって。いやいや、だからそれカメラにもろ映っちゃってるよ。やばい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 。後ろを向いて。Turn around. 意外と冷静だな、この店員も。慣れてる、もしかして。やられることに。それとも、やることになる。お金。いくら取ったんだろうね。100ドルかな。引き金を引く。っていう選択肢はさすがにないか。じゃあ、以上。真相心理がなんかね、レジからお金を盗むんだ。はい。
でもモーテルには止まらないっていうオチにしようかな。はい、どうもどうも。これでも急がないと、あ、やばい。あれ、ちょっと待って。そうなったとしたら、ああ、そこに行ったのに、自分の操作するキャラがどこに行ったのかがわからない。 We've got some money now. Wait, how did you get it? あ、俺は I just どう asked the cashier for a few dollars. そりゃ私のビブオで1クロに決まってるじゃない。さて、モーテルに行くことができるようにはなったけど、はい、奥に行きましょう。この先ね、あの、いろいろと金は入りようがあると思うので、あの、なんだっけ、今ここでモーテルでお金を使うべきではないっていうところだね。こんなペンチで切れるんだね。なんかすごいよね。ほいほいね、ほいほいほい、よいしょね。あんな簡単なピンチでパチ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 切れるってすごい。大丈夫？あ、切っちゃった。Yes, it's just a scratch. 気をつけて。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。で、多分、これ、あれだよね、通ってる間に、ボタン離したらみたいなのないかな。大丈夫？手汚れなかった？ちょっと見てみるだけ。見てみるのはいいけど、どこ行ったらいい？なんかある。入り口を見つける。で、あ、なるほど。で、気に入らなかったら外に出てって、やっぱりモーテルで金使って入ろうみたいな感じかな。引っ張る。なあ、硬いな。カッチカチやね。中からゾンビの手がバーンとか出てこない。中見たらちょっと危ないのがいるとか。あまりわかんなかったね。これ入り口か？開ける。無理っぽいね。まあ、さすがに開けるためにここで銃をぶっ放すわけに。あれ？アリス？あれ？アリス？アリス？Wait, what are you doing? 何してんの？ラルフ。Ralph doesn't like visitors. お客はいらない。やつらラルフ。誰？は？どういう状況これ？いや、俺もアンドロイドっすよ。I'm an Android too. お。分からない。誰よあんた。All we want is a place to spend the night. 一晩だけ泊めてほしいの。Visitors are dangerous. 客は危険だ。あ、廃屋じゃなかったのか。ラルフだ。ラルフだから、ラルフって誰だよ。あ、ラルフってお前自身か。なるほど。あ、じゃあもうちょっと落とす。Touch a hair on her head and I'll kill you. No, don't hurt Ralph. どん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 恐怖を植え付けよう。でもここにいられないよね。そうなったら。あれ、そうだね、たまに制御効かなくない？制御効かないやつのところは一晩止めてしまおう、止めてほしいっていうのはちょっと怖いよね。さすがに無理か。どうしよっかな。また同じミニアの怖いんだよ。怖いよね。じゃあ分かる。ああ、いいの？優しいの？優しいな。本当に？じゃあちょっと信じてみる？じゃあ止めてもらおう。まあ、いざとなりゃね、ぶっ放すからね。We'll just stay the night.手出ししたらぶっ放すからね。え、ちょっと待って。なんでこんな、なんでこんなウキウキな。Come, come on. うわぁ、こういうやつ、ウォーターワールドにいた。Ralph has lived here since he ran away. Ralph never goes outside, so no one knows he lives here. 外に出ないからバレてないんだよ。たまに人間が入ってくるんだけど、そういう時は隠れてるけどね。めっちゃワクワクやん。あれ？はい。おいで。お邪魔しまーす。閉めた瞬間に表現するとかないよね。まあでもこっちに銃があるっていうのが分かったからね。とりあえずあのナイフを置こうぜ。違う、ラルフは違うのか。一緒にいたいけど。やることがあるから。やっぱりラルフって違うやつだね。じゃあお前誰よ。明日になったら、もっといい場所見つけるわ。そりゃそうだ。ここちょっと怖すぎるよね。廃屋に侵入した火を起こそう。一周目はモーテルに泊まったんすよ。モーテルと比べたらなんかもうあまりにも恐ろしすぎる場所だね。こ
これでもアリスの寝る場所を用意する、火を起こす、まずは火を起こそう。火を起こすのと、こっち行ってなんかあるのかな。そのラルフっちゅうやつに会いたいよね。ああ RA9 何してんの、ナイフで刻む。そんなことしたら切れなくなるんじゃないの。 RA9 どういう意味。そりゃそうだよね。What? 壁の文字よ。 Why are you writing that? なぜ書いてる。I don't know. わからない。変異体になる人たちはみんなそういうの書くっていう、なんか変異、なんかそんな異常プログラムになっちゃうのかな。もはや書けてない気もするけど。あ、終わり？終わりだね。あと、ちょっと待って、なんか出てきて。マッチを見つける、木材を見つける、紙を見つける、毛布を見つける。いろいろ見つけなくちゃいけないものが多いね。あれ？あれ？ちょっと待って、本当に分かってない。あれ？あれがラルフなの？ピートル、紙、ああ、これあれだね。ああ、紙を見つけた。それから、手に取る。あ、クッション。はい。寝所か。寝所？寝床だね。で、毛布見つけた暖炉の近くに寝るのを用意すると。あれ？ちょ、暖炉か。これか。ほい、どうぞ。子供には優しくだよね。ああ。で、手に取る。マッチ。あ、これで足るかな？まだダメな気がするけど。ちょっと待ってね。木材を探してこよう。あった。これか木材。2階があるね。2階気になるな。まあ、とりあえず置いて、火を起こすのは後にして、とりあえず置く。うん。その置き、ああ、そうそう、その置き方で OK よ。いい。はい。で、紙も入れましょう。で、マッチ、あ、ちょっとマッチはまだ、あ、早かったな。マッチまだ。やっぱり寒かったんじゃん。これ以上耐えられなかったでしょ。さあ寝ましょう。I did what I could. 困ったけど。まあそれは仕方ない。暖かい暖かい。とりあえずあの服脱がないといけないよね。濡れまくったし。2階は何があるんだろう。そっちが見てみたかった。鏡があるね。2階に誰が何があるかね。その RA9 が、そのラルフっていうやつか。こっちは、いけない。で、なんかある。なんか、ホラーパートとかないよね。特にないか。で、こっちは、あれ、ちょっと待って。地図がわからなくなった。ん？ああ。あ、上は特に何もなさげかな？うん。OK。ていうか、こいつにすごいか、あの、申し訳ないことしたね、ここの家主の。その、なんかすごいペイントでどうやってそんなところのペイント塗ったのっていうところのがピンク色になってるね。まあいいや。じゃあ戻ってきて、メールを話した隙になんちゃらみたいなことも特になかったから、話す前に、ちょっと待って、他周辺調べるところは特にないかな。はい、じゃあお話ししましょう。ごめんね、こんなところで。一周目はいいモーテルに泊まれたんだけど、なんで怒ってると思う？ただ普通に暮らしたいだけなのに。まあ、大丈夫。君が怒らせるようなことをしたわけじゃないっていうことだけはまあ真実なので。いや、悪いことかそんなんじゃない。あのね、やっぱりね、脳を覚醒させるようなことをすると、どうしてもそうなっちゃうんですから、愛してほしいだけなのに。まあ、その気持ちはすごくわかるよ。いや、人はね、幸せになるために生まれてきたんだよ。まあ、ただ、アンドロイドは人じゃないからわかんないよね。もちろん約束しますよ。でも、絶対に約束はできない。もしかしたら、そうだよな。あ、まあ、一緒にはいるよ。当然。ただ、この先ずっと一緒にいて、守ってやれるかどうかは別。残念、アリスの信用はどんどん下がっていくね。それでもこうするしかないからね。さて、
そろそろ寝る時間だよ。とりあえず上のダウンジャケットだけでも脱ごう。もうちょっと身軽になって寝ましょう。表情。ほら、もう寝ないと。ちょっと危ないロボットがいるけど、そこはまあ、私が。うん、今ので評価、チュイって上がらなさそうだね。じゃあ、ここはちょっと一人でそっとしておこう。で、今晩はもう休むの他に、あ、なんかあるね。ここで寝る。あー、なるほどね。と、ここで寝ると。で、君は何してるの？あ、まだ、覗く。ずっと RA9 掘ってる。君は寝ないの？ちょっと危なさすぎて、もうこれ以上は、行かない。あ、覗くだけね、やっぱりね。そっか。じゃあ、ここの部屋で特にあと、アイムアライブって書いてるな。ここで、じゃあやっぱここで寝ましょうか。じゃあ一緒に寝よう。横、失礼。でも どうすんの？枕ないよ。腕枕。あの、腕枕ってすごくいいけど、長時間やりすぎると、本当に腕しびれるで。大丈夫かな？大丈夫っぽいね。スリスリーだね。はい。じゃあ、今日もね、一日本当にお疲れ様でございました。いろいろとあったけど、まあ、無事にね、夜を明かすことができそうな場所に眠ることができてよかったかなと思います。まあ、とことん遠慮のないね、パートをやったって感じだね。そうそうそう。一周目はね、こんな感じでね、ちょっとアリスちゃんにセクシーな格好をしてもらった上に、まあ、あのカーラもちょっと胸元のざっくりやったとね、ワイシャツ着てもらったというところなんですが、コンビニ後にする。コンビニ強盗をね、まさかするとはね、動くなっていうね、脅しを再開するっていう、夜の嵐で、そうそう、銃を手に入れてたからこそできたから、まあね、やっぱやる分にはね、どん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 脅していかないといけないかな、というところでしたね。はい。せっかく手に入れた武器はね、とことんやっていかないといけないからね。ということで、本日のパートは、残念ながらアリスの心を開ききることはできませんでしたが、まあ、粛々とね、生き延びていくためにパートを進めるのみというところで、今回アリスとカーラ、早くに止まりました。ということで、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。